どうも斉藤慎二でございます。さあ来た第169回芥川賞受賞作予想会でございます。昨日その前とですね、今回の候補作となった5作品を読んでの感想というのを読ませてちゃおう言わせていただきました。はい。でですね、まあまあ、まだ固まってないかもしれない、よくわからない、本当に難しいですね、予想ってね。で、前回僕言ったと思うんですよ、前回開墾地を僕予想として挙げたんですけども、開墾地が取らないことはうっすら分かってましたよ、それはその時も言ってると思います。で、この世の喜びを取るに決まってるやんって思ったんですよ。でも、いや違うって言って自分の好きなものを押してみた結果、ダメだった。ほんまに当てようと思うならば、この世の喜びですよって言って言ったと思うんですけども、だから今回もまあ似たような感じかなとも思うんですけど、自分のその予想を貫き通すか、まあフラットに見て、ね、いろんなものをこう鑑みて、あ、多分そうでしょみたいな風に予想するのか、非常に悩みどころではあるんですけれども、まあ今回読んで一応お遊びですよ、お遊びって言っちゃあれだけども、まあね、軽い感じで思うんですけれども、まず、まあ、最初5作品を読んだ時に思ったのは、むずいなと。これいろんな角度からいろんなアプローチをしてるから、別にどれがどうって、これにね、だから本当に漫才で優劣をつけているというよりは、漫才もあればコントもあればピン芸もあればリズムネタもやってるやんみたいな、いやだからこれで1位を決めるむずないっていう難しさを感じました。はい。で、まあでも予想しないといけないので、僕の、はい、個人的なもうものです。もうこれは本当に申し訳ないです。はい。で、今回ね、まあ、一番最初にも言いましたけども、他の方の予想動画も、予想のなんかやつとかももう一切見てないですし、なので一人ずれてるかもしれない、ひょっとしたらもう全員、いやこれでダントツこれでしょうっていうのを僕はもう鼻から違うって言ってるかもわからないです。もうそれはもうあざけ笑ってください。どうかあざけ笑ってください。それでもいいです。僕は自分の、感覚というのを信じて、僕が個人的に思った、ものでいきたいと思いますけど、まず5作品を読んだ時に正直言います、これはないかなって一番最初に思ったのは、すいません、石田果歩さんの我が手の太陽です。多分これは石田果歩ファンもこれで受賞ってなりません？石田果歩さんってそういう人じゃないの、これをじゃあ代表作に言われますよ、若手の太陽で芥川賞を受賞し、いや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 、石田果歩さんってそうじゃないのよ、もっとこういう面白い、もっと違うのがあるの、違うのがあるのに、なんでこれが代表作になったのっていう風に思うと思うんですよ。だから外しました。これは石田さんの良さじゃない。はい。じゃあ4つですよ、残りね。で、4つの中でって考えて、これね、取るんじゃないかなというふうに思ってたというか、正直言いますと5作品読む前は多分これやろうと思ってたんですけども、読んでみて変わったのがハンチバックです。はい。むっちゃいい作品ですよ。で、新人賞、文学界新人賞でこの作品が受賞したと、近年まれに見る衝撃作やなっていうふうに思いますよ、本当に思いますよ。だから受賞作これになりました、芥川賞これですって言われても、あ、そうかとは思いますけど、やっぱり最後のんっていうのとラストのね、この熱量、この感じで受賞できるんだったら、ミシンと金魚なんで取られへんかなんて思うんですよ。ミシンと金魚がもう候補にすらならなかったのであれば、やはりハンチバックもいい作品なんだけども受賞作にはならないんじゃないかなというふうに思って、この2つ僕の中では消去しました。はい。残る3つですよ。それは誠、エレクトリック、ネーム、ここからは完全に好みになります。それは誠はないかな。のりしろさんの大ファンだったらば、ふざけんなって言うと思います。
で、まあ、今までの中で最高傑作みたいなことを帯に書いてたらみたいですけれども、そうなんですかね、どうなんでしょう。まあ僕にはこの作品の文学性というのが読み取れなかったです。ちょっとわからなかったです、ごめんなさい。ただ今までの作品、今までのこの経歴合わせて、合わせ技一本で受賞っていうのはあるかもわからないですけども、僕はこの作品でのりしろさん取ってほしくないなと思いました。はい、残る2つなんです。僕ねこれね、正直ねダブル受賞があったらこの2つだと思ってます。もう断言します、ダブル受賞だったら児玉雨子さんのネームと、千葉雅也さんのエレクトリックだと思います。けども、いやだからね、ネームほんま取っていいと思いますよ、全然取っていいと思うんですけども、一つって言われたらネームの方がちょっと落ちるのかなとは思いますね。だからこうね、あの選考が難航したならばこの2つじゃないですかね。でエレクトリックとネームね。で単独もう、いやいやこれ一発で決まりやろってなったら僕はエレクトリックのような気がするんですよね。ただエレクトリック、まあ僕の世代だから刺さったのかもしれない。これ本当個人的なやつなんですよ。もう上の世代からしたら何がエレクトリックだバカ野郎って言ってパーンと跳ねられるかもわからないんですよ。で千葉雅也さんのもう小説を読めばもうわかると思うんですけども、もう新人じゃねえよこいつとね。それからもうファンもいるしね、もう文壇の中でもう地位も確立している、実際にこういうあの評価で線から漏れた人っていますからね、もう一流の作家だろうと、ね、こんなねもう新人賞を与えるようなランクじゃないって言って落とされる可能性もあるんですよね。むずいけど、むずいな。ダブル受賞なら僕はネームとエレクトリックだと思うんですけども、いやもう決めました。もう分からん、ほんまにもう僕個人、また個人的な結局あれになるな。まあしょうがないですね、自分で読んで自分で決めてるわけですから。今回第169回芥川賞受賞作は千葉雅也さんのエレクトリック一択でお願いします。一択です。ただダブル受賞ならねネームだと思いますよ。どうなるか、答えは7月19日ですかね、に選考会が行われるようなので、それまで、皆さんも考えてみてください。もうお前違うバカとかあんまりそうコメント欄で言わないでくださいね。もうね、僕個人のっつってるから、私はこうだと思いますっていうのはいいと思うんです。違うよとか言う人いるんですよ。違うよじゃ知らんやろ正解。ということで何卒よろしくお願いします。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。